第十編、アルファベットによる詩、一節から十八節主よなぜ遠く離れて立ち、苦難の時に隠れておられるのか。貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられて、その策略に陥ろうとしているのに。神に逆らう者は自分の欲望を誇る。 貪欲であり、主を称えながら侮っている。神に逆らう者は高慢で神を求めず、何事も神を無視して企らむ。あなたの裁きは彼にとってはあまりにも高い。彼の道はどのような時にも力を持ち、自分に反対する者に自分を誇示し、私は揺らぐことなく、 よよに幸せで災いに会うことはないと心に思う。口に呪い、詐欺、作詞を満たし、下に災いと悪を隠す。村外れの物陰に待ち伏せし、不運な人に目をつけ、罪もない人を密かに殺す。茂みの陰の獅子のように隠れ、待ち伏せ。 貧しい人を捕らえようと待ち伏せ、貧しい人を網に捕らえて引いていく。不運な人はその手に陥り、倒れ、うずくまり、心に思う。神は私をお忘れになった。見顔を隠し、永久に帰り見てくださらない、と。立ち上がってください、死よ。神よ、御手を上げてください。 貧しい人を忘れないでください。なぜ逆らう者は神を侮り、罰などはないと心に思うのでしょう。あなたは必ずご覧になって、御手にロ苦と悩みを委ねる人を帰り見てくださいます。不運な人はあなたに全てをお任せします。あなたはみなしごをお助けになります。逆らう者。 悪事を働く者の腕をくじき、彼の反逆を余すところなく罰してください。主は、よよ限りなく王。主の力違法の民は消え去るでしょう。主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願いを聞き、彼らの心を確かにし、皆仕事、虐げられている人のために裁きをしてくださいます。 この地に住む人は再び脅かされることがないでしょう。